ザ・東一郎散歩のコーナーです。今日も1週間分のお散歩音源からお聞きいただきたいと思います。はい、ということでお散歩音源ですね。今日は6月30日の夕方から6月6日の夕方までお聞きいただきたいと思います。6月30日夕方、河川敷散歩、うんち散歩ですね。それからなんとこの日は深夜0時過ぎ、真夜中の散歩、うんちが出るかと思いきや出ませんでしたね。夕方してるから出るはずないと思ったんですが、ちょっと浴場してたんですかね。はい、そんな深夜の散歩、久しぶりの深夜散歩でした。そして7月1日、7月に入って朝のお散歩、ちょっと蒸し暑かったけど気温はそんなに上がらなかったという、まあそんな日でしたね。それから7月2日ですね、快晴、気温が上がり始めた朝の散歩、それから夕方の お買い物散歩、あ、その前に7月1日の夕方散歩がありましたね。雨が降ってきてちょっと寒くなったという日がありましたね。そして2日はお買い物に行って、この日がロング散歩になりましたね。結構長い散歩をしました。それから7月3日は朝の遠吠えから始まってビスケットおねだりがあって、あっという間に帰ってきたと思ったら、その後が長かった河川敷に行って超ロング散歩、6時半から8時過ぎまで散歩してました。静かな朝でしたね、水曜日。あののんびり老人と北海道犬がのんびり朝散歩しました。それから夕方の散歩。そして7月4日がちょっと日差しはあったんだけど気温が下がり始めて雨が降り始めた日ですね。そして7月5日。この日が気温が上がったんですね。30度近くまで上がった日でちょっと暑かったんですが、にゃんこ見つけて追っかけたと一郎君。そして夕方雨が降ってまた気温が下がり始めた。そして7月6日の午後散歩ですね。この日もちょっと雨模様で公園を散歩したという感じでしたね。その後河川敷も行ったんですね。最近2ラウンドというか、朝も夕方も最初おしっこだけして戻ってきてビスケットをねだりして、それからゆっくりと休憩して、それから第2ラウンドに行くというね。朝も夕方も2ラウンド制になってきたと一郎くんです。そんなことでお散歩音源を聞きください。6月30日夕方6時12分ですね。お散歩行って今帰り道、豊平川河川敷で堀子ちゃんに最後うんちまして、ここのとこ本当に夕方毎日いたしますね。よかったです、調子がいいみたいです。はい、元気元気な豊一郎くん。今日はご泊されたお客様が明日の朝早い飛行機に帰ったそうで、ね、結構早く、もう5時とか6時前には出るんじゃないかな、うちはね。そんなことで豊一郎くんは、ゲストさんが大好きです。ではまた。7月1日深夜0時半、0時30分、まあ6月30日の夜中ですけど、豊一郎くんビスビス泣いて、おしっこだかうんちだか、うんち出んのかな、夕方うんち出たんですけどね、まさかの深夜散歩です。ではまた。7月1日月曜日朝6時47分。ちょっと曇り空ですが、昨日夜雨降ったんですけど、ムッとしますね。ちょっとだけね、ちょっとだけムシッとします。まあ涼しいんですけどね。今日は24度ぐらいまでしか上がらないみたいですが、豊一郎くん引っ張らないの。はい、昨日は夜中の12時半に豊一郎くんうんち出るかと思ったら出ずにおしっこだけして、ちょっと浴場してんですかね、なんか瞑想してましたね、夜の徘徊。ということで朝の散歩は短めでしょうね、きっとね。あんまり寝てないからお家帰ってビスケット、ね、おねだりしてすぐ寝るんでしょうね、きっとね、おしっこだけしてね。ということで、ではまた。7月1日月曜日午後5時5分。久しぶりのマリリン待機所です。はい、豊一郎くん。ここはね、車もうるさいし、風も
堤防の上で当たるし、寒いんですけど、今日はとても寒い札幌ですね。今日は12度ぐらいまで下がるみたいですね。今14度ぐらいしかない。はい、雨模様の1日でした。今は降ってないですけど、まだ降りそうな気配です。トイチロー君はマリリン待機所で正座してマリリン待ってます。ではまた。風も強いですね。7月1日午後5時25分豊平川堤防、風が冷たいです。時折小雨がパラつく。寒いです。はい、風が強いです。冷たいです。気温が下がってます。トイチロー君はようやく動き出しましたが、よくわかんないですね。ちょっと瞑想気味なトイチロー君です。ではまた。7月2日火曜日朝6時45分。今日は朝から日差しが強いですね。快晴、雲一つなくもないか、雲はちょっとありますが快晴ですね。また気温が上がるみたいです。はい、上がってから下がるのかな、ここ数日でね。昨日は雨降りでしたけど、今日はいい天気ですね。結構やっぱり天気が変わりますね。はい、豊一郎くんは元気です。はい、おしっこして、お、戻んのか。ではまた。1月2日火曜日、もうすぐ6時ですね。まだ明るいですね。全然明るいですね。今日は風が涼しいですね。日差しは強いんですが、風が冷たくて気持ちいいですね。トイチロ君は夕方2度目のラウンドに出ました。最初おしっこだけして、今はうんちですね。今日はね、昨日出てないからね。で、行ってきます。お買い物もお使いもしてきます。ではまた。7月2日夜7時半と言いながら明るいですけどね、ようやく夕方になったかなと。トイチロー君ロング散歩です。今日はお買い物付き合ってくれましたが、今近所の公園まで戻ってきました。はい、お家帰ります。ではまた。7月3日水曜日朝6時40分。まあ26度から8度ぐらいの日がしばらく続くみたいですね。穏やかな日が続くようです。はい、暑くもなく寒くもなく。はい、どうした、なんだ、ビスケットか。早速ビスケットおねだりしている豊一郎くん。ビスケットか、食べんの、食べんの、食べるの、あれ、いらないの、食べんの、ビスケット、うん、考えてます。はい、食べる場所を考えてます。はい、そっちで食べんの、うん。ではまた、お散歩続けます。5分で散歩が終わってしまいました。おしっこだけして戻ってきた豊一郎くん。お家に帰ってお水を飲んでビスケット食べるんでしょうか。多分もう一回お散歩行くんでしょうけど、食欲ないんですね。朝ごはんちゃんと食べましたね、今日もね。バルコニーで食べましたけど、食欲あんまないんだね、やっぱり気温が上がってるからね。はい、ということで、ではまた。しばらく休んでまた2回目のお散歩行くと思います。ハーネスつけたまま。トイチロー君、ではまた。ということで2度目の散歩、7月3日朝7時11分、豊平川河川敷に一目散にやってきたトイチロー君。はい、走っておしっこしてます。うんちも出るんでしょうか。昨日夕方出たんですけど、その前の日出てないんで溜まってんのかもしれないですね。出ちゃったら出ちゃったで助かるんですが、ちょっと浴場気味のトイチロー君ですね。朝からおんおん泣いてます。はい、ではまた。7月3日朝7時34分、豊平川河川敷の日陰で豊一郎くんと一緒に座り込んで、草の上に座り込んで日陰の中で涼んでます。静かでいいですね、今日はね。水曜日ですね。
静かですね。これ土日の方が最近は河川敷は人通りが多いんですよね。バーベキューも出てくるし、ランナーも出てくるし、歩く人も出てくるし、今日は静かですね。人があんまりいなくていいですね。1週間の中日ということで、トイチロー君はまだくつろいでるみたいです。ではまた。7月3日朝8時4分、トイチロー君の散歩が終わりません。豊平川河川敷再び戻ってきました。日陰です。ではまた。長い。7月3日水曜日午後4時半。おお、息子出た出た。はい、トイチロー君ちょっと早めに、微妙に暑いんですけどね、アスファルトが暑いんですが、散歩出てきました。陰ってきたので、でもちょっと暑いですね、日が差すとね。はい、お散歩続けます。ではまた。7月3日7月だよ、もう夕方6時。ようやくお散歩から帰ってきて、もうすぐお家に着きますが、家の周りでまた油を売る戸一郎。ちょっとやっぱりいろいろ匂いに惑わされてますね。春ですね。春じゃない、初夏だよ、もう夏だよ。ではまた。7月4日朝5時50分、日差しが暑くなりそうな予感ですけど、そんなに気温は上がらないみたいですけどね。南の方には雨雲が、北は晴れている、そんな天気ですね。はい、戸一郎くん朝の散歩です。元気ですけども、はいはい、おしっこ出たね。おしっこがしたくて朝ごはん食べずに出てきましたが、おしっこちょっとするとご飯食べに戻ると、おやつ戻り、おやつ食べに戻ると、で食べた後にまたお散歩したがるというね、最近ダブルですけど。ではまた。7月4日朝6時6分、近所の一番近い公園、戸一郎くんはベンチの前に座ってます。ビスケット4枚食べて満足げですね。おしっこしてビスケット食べて、はい、公園でのんびりしてます。スズメが来た、鳩が来た。ではまた。7月4日朝6時20分、近所の公園、雨が降ってきました。小一郎くんは空に向かって口をパクパクやってます。はい、雨を送ってます。はい、お家帰ろう。あ、結構降ってくるかもしれません。ではまた。7月5日になっちゃいました。金曜日。早いですね、1週間が。朝6時45分。今日は朝から日差しが強くて青空で、ちょっと暑くなりそうですね。30度近くまで上がるそうですが、夕方、夜から天気が崩れて、土日は雨模様のようです。気温も下がるみたいですが、とりあえず今日はちょっと暑い1日になりそうです。ということで、戸一郎くんの朝のおしっこ散歩です。トトロの草むらに向かってます。はい、ではまた。7月5日朝7時25分、第2ラウンドの朝の散歩。にゃんこ見つけて追っかけてましたけど、にゃんこの方が逃げ足早いですね。はい、トトロの草むらで、まあ、探ってます。にゃんこいないよ、トイチロ、もう行っちゃったよ、そっちいないよ、まあ、草むら入ってくな。ということで、暑くなってきました。ではまた。7月5日夕方4時45分、お散歩出てきた瞬間に雨が降り始めました。はい、これから下り坂になる札幌です。風も出てきました。大変です。はい、ということで、さっさとうんちして帰りたいんですが、どうなるでしょうか。ではまた。7月6日午後3時43分、早めの散歩に出てきました。雨降りなんですが、ちょうど小雨というかほぼ止んだので、今日はずっと雨でしたね、午後からね。はい、よいしょよいしょ、引っ張るな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 。ではまた。午後3時50分、公園に来ました。早い時間だとやっぱり人がいて喋りにくいですね。はい、戸一郎くんうんち出るでしょうか。昨日おとといちょっと出てないんだよね。ということで、しばらく散歩続けます。ではまた。7月6日4時45分、
2度目の夕方散歩。1度目は公園に行ってうんちが出て帰ってきて、もうちょっと行きたそうっていうか、もう1回出そうな気がするので、今にゃんこのとこにいます。はい、どうするんでしょうか。雨が上がって風が吹いてて、まあちょっと湿ってるけど気持ちいいですね。今日は涼しくなるんじゃないですか、夜ね。はい、そんな札幌です。トイチロー君動きません、にゃんこのとこから。ではまた。7月6日、5時半、夕方、トイチロー君2発目うんち出ました。第2ラウンドの夕方散歩成功です。ということでお家に向かってます。ではまた。雨はやみました。はい、お散歩音源を聞きいただきました。ありがとうございました。まあちょっと天気が日替わりというか、日替わりではないですね。雨が続いたと思ったら晴れが来て、また雨が続いて、今日は雨なんですけどね。7月7日七夕様ですが、雨の七夕さんですね。まあ東京は暑い夏みたいですけど、投票日、開票日どうなるんでしょうか。北海道はのんびり雨模様、涼しいですね。しばらくなんかあんまり暑くならないみたいですね、今年はね。まだね、まあそんなことで、最後までお聞きいただきありがとうございました。ザ・トイチロー散歩のコーナーでした。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。